皆さんこんにちは。パーフェクトプレイヤーの山口です。今回は、ダーツのフォロースルーですね。フォロースルーに関してのちょっとお話をさせていただければなと思います。で、まあ、なんでフォロースルーの話をするかというとですね、まあ、実はこのフォロースルー、意識して、するものでは実はないんですよね。その体に合った形がフォロースルーとして、現れるので、まあ、その、まあ、よくちょっと聞かれるんですけど、フォロースルーの形を、野毛選手みたいに綺麗な感じでピンと伸ばしたいんですけど、どうしたらいいんですか？それとも、小野圭太選手みたいな感じ、こういうような感じですね。握手で出した方がいいのか、それとも、手の甲が上を向くか、外側を向くか、それでどうしたらいいのか、わかんないですっていうのは、ちょっと、たまーに相談を受けるので、まあ、今回はちょっと、まあ、そういった意味で、テイクバックの、じゃあ、フォロースルーの話をさせていただければなと思います。で、この、フォロースルーというのは、ダーツを、ちゃんとセットアップして、テイクバック、まあ、リリースがしっかりできて、この過程がですね、リリースまでの過程がしっかりとできてれば、フォロースルーの形っていうのは自然となるものなんですよね。だからその、一生懸命フォロースルーの形を、フォロースルーの形をってやるよりも、このフォロースルーという結果よりも、その過程をですね、大事にした方がいいので、まあ、フォロースルーの形はあんまりするべきじゃないんじゃないんですが、なんで話をするかというと、その、素振りですね、素振り。私も昔は、昔ですか、今もたまに、体が勝手にやるんですけど、体というか、無意識的にダーツの、ね、動作を、皆さんもダーツやってると、ね、する方いらっしゃると思うんですが、実はそのダーツを持ってないと、素振りでやると、その、腕の動かし方とかって、実は、自分の体のタイプに合って、自分の体の自然な動きじゃない動きもできちゃうんですよね。で、私は肘を動かさないようにして、テイクバックをなるべく浅めで、というような形で、まあ、なおかつ、こうですね。フォローするまでこういう風な流れで、リリースはこうですね、こういう風な形で、まあ、自然とフォローするはこうなるタイプなんですけども、昔はその、私もそのテイクバックを深く取って、チュンっていう形でやりたかったんですね。深く取りながら、なおかつフォローする手の甲を、こんな形で出したい。こんな形で出したいっていう風な、イメージがあったので、一生懸命、もうそれこそ10年前ぐらいですね。10年ぐらい前、この動きをずーっと素振りして、反復でやったんですけども、まあ、3年ぐらい経って、もう6の壁を、ダーツライブレーニング6の壁を破れなかったっていうようなですね、経験があるんですけども、まあ、間違った素振りで体にフォームを覚えさせるっていうのをしても、なかなかうまくいかないんですよね。なので、その、まあ、素振りをね、やんな方がいいっていう風な人も理論とかあるんですけども、どうしてもやっちゃう素振りですね。それを、実際のスローイングにも効果が出るような形で素振りができれば、まあ、ダーツの練習時間っていうのも、まあ、多く取れるのかなと思って、このフォロースルーの話をさせていただきます。で、そのフォロースルーを、話をする前に、実は体の、この腕ですね。こちら前腕と、前腕ですね。前腕部分と、この上腕部分があるんですけども、その動き方っていうのが実はありまして、この上腕部が内側に動くか、外側に動くか、この前腕が内外、上腕が内外ですね。動かしやすいタイプっていうのが分かれます。で、それの形によっ
ってダーツのフォロースルーの形、腕の出し方、手の出し方っていうのが決まってきます。なのでその話をさせていただきます。でこれも4つ、さっきとか4つありまして、まず1つ目、エグチョ選手のタイプ、エグチョ選手タイプはですね、はい、構えて、エグチョ選手タイプは、前腕が内側、上腕が外側ですね、に行くタイプだな、座ってるとタイプなので、さ、構えて、こう引いて、こうですね、こんな感じで素振りをやって、そのまま出していけば、こうですね、テイクバック角、こうですね。まあ、この私が10年前に理想としていた素振り、一生懸命やってたフォームですね。こういう風な意識でやると、そのエグチョタイプはいいのかなと思います。で、次の野毛選手とか赤松選手、まあ私もそうなんですけど、そのタイプの人は、はい、このままですね、引いて、こう出します。こういう風な横に出します。チョップのイメージで素振りをやるといいかな。ここまではこういう風な意識でやると、自然と実は、最後、こういう風なフォロースルーになるんですよね。こうなって、こうなるんですよ。これが、まあ、野毛選手、赤松選手のタイプとなっています。で、三つ目のタイプの鈴木健弘選手が、こうやって、前腕が内側、上腕が内側ですね。この使い方ですね。こうやって、こうなります。内側内側なんで、すごい体の動かし方としては、私すんげえやりやすいんですよね。だから私もこのタイプになりたかったんですけども、さっき野毛選手のタイプ言ってなかったような気がするな。野毛選手のタイプは、前腕が、この内側、上腕が、前腕が外側、上腕が内側になるので、こうですね。で、今話をしている鈴木健弘選手のタイプは、前腕が内側、上腕が、で、内側のタイプで、なので、こうやって、このまま、ぐーっと出して、こんな形です。こんな形で、出していけば、いいのかなと思います。で、最後の4つ目のですね、津村選手とか小野圭太選手のフォームが、ですね、前腕が外側、上腕が外側に行きたいタイプなので、もうこのままですね、横から出して、そのまま横、こんな感じなんですね、こんな感じ。こんな感じ。大げさにやるともうこんななんです、こんな。こんなが、その、四つ目のタイプの人の動かし方となっております。はい。さあ、今日はですね、フォロースルーについてお話をさせていただいたんですけども、フォロースルーは本当に気にしすぎるべきものではなくて、最初も言ったんですけども、しっかりとテイクバックリリースの過程ができた結果、フォロー数が生まれてくるので、もう本当にフォロー数は、本当に気にしないようにしてください。はい。で、まあ、フォロー数、伸びない。フォロー数は伸びないからフォロー数を気にするっていう人もいるんですけども、それはまたちょっと別の動画でお話をさせていただければなと思います。どうやったら気持ちよく腕が伸びてフォロー数ができるのかなっていうのを、ちょっとまた別の動画でお伝えしていけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございます。